皆さんこんにちは、ぶらり高森のお時間です。もう冬本番、雪が降りますね。まあ高森町に住むようになって雪を間近に感じるようになりました。寒いですまあこんな寒いので町の方々が出ているか心配ですが、今日も頑張って行ってみたいと思います。それでは、それでは寒さをぶっ飛ばせアクションキュッ、うん、ピャッピャッヤーヤーアーイヤー。お、決まったね今日。前回しょぼかったけどしょぼかった草壁にやってきました。皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。去年ビニールハウスにお花がいっぱいあるのでちょっと覗いていこうということで伺ったんですけども、来年になったらいっぱい咲いてるよって、もっといっぱい咲いてるよってことだったので、また来ました。行きましょう。行ってみましょう。あの時ほらお姉さんがなんかいい言葉言ってたよね。ストレスフリーなお花と人とっていう、ね、ゆきちゃんどうですかそれ。はい、ストレスフリーですか。ストレスはもう感じても感じないですよどういうこと意味が分かんない。ストレスを感じない女。はい、それが野村由紀です。ステップテシいや、あ、おはようございます。あ、また来てしまいました。去年と違って花はいっぱい咲いてるよ。おー、今からお茶タイムですか。どうぞ。もうそんな早くから何時から働いてらっしゃるんですか。8時から。8時から、うん、8、9。わ、ここの8時は寒そう。寒い感じですよね先週放送しとったば、うんうん、見なったですか。見ました。孫から笑われましたお茶を飲まないと怒られるんです、はい、いや、もうありがとうございますいただきましょう。はい、気持ちを上げられましたまだ早い。お父さんも結構飲み夏ですか。やめとり、ドクターストップ、うん、あら、あらそらいいか。今叫ばやめとになってるんですか。いや、飲みよ。どっち岡本さんのご主人は飲みなことですね。飲みますでしょ、それが雰囲気だもん。毎晩あ、晩酌。毎晩どこまで行こうか。福岡、うん、熊本と福岡と久留米と、3カ所福岡から北九州に送ってもらって。一日かかりですね。そうですね。あ、お花のいい香りがマスクをしていても感じる。あ、おう、わあ、あらすごいでしょ。あら、見てくださいよ、カラフル。うわ、すごっ。これは癒されますね。うわ、綺麗。いいだろ。はい。前回はもう緑ばっかりでしたけど、うわあ、こんなに、うわあ。こんな人出してね。へえ。後から組んでいくの。へえ。フィルムに入れて。はあ。いろんな色が。そう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 。なんか。ハウステンボスみたいですねジュリアのバラ咲き、うん、バラ咲き、バラ咲きです。バラのような香りしてるやん。うーん、これは癒されますね本当に、ね、花に接してると気分も違うでしょ。違う、やっぱ ね、あのお正月の間休んどったからやっぱ花が恋しくなるもんね。だけど散歩がてら来るとここに来るよ。すごい。正月の間ね、たまにね。これ気になってしょうがない。そうそうそう、気になる。どれくらい咲いたやろうかとかね。もともとお花が好きで。うん、仕事じゃなくて花見に行っとらす。今日お母さんは花見に行っとらすばいっていう。仕事じゃなくて。そうそうそう。それは何の作業ですか。これ。これ、はい、出荷するから枯れ葉を取ってほら綺麗にして出さんといかんじゃない。うんうんうん、枯れ葉を取って、あー、そこも切って見た目をよくね。うーん、しません。いやお、ちょっとやってみる。
私もどうぞ。私もやっていいですか。どうぞ。え、でもこれこの茶色いの取っていいんですか。そうそう、大きい。うわ、なんか、あ、生きてますね。え、何、生きてます。なんで生きてる感じだの。 なんですかね。え、なんでだろう。なんか生きてるなって思いました。なんか命を感じました今。なんか喋りかけられたの。はい。え、ちょっと綺麗にしてくれてありがとうって。嘘つけ。はい、嘘つけ。聞こえますよね、声が。ねえ、マジ。はい、みずみずしいですね。そうそうそう、すごい。パチパチしてる。パチパチしてる、うん、信じていいのかな。聞こえないんですか。はい、ありがとう。はあ、綺麗にしてくれてありがとうって言ってる。そう、鼻から声が。聞こえます。聞こえますよ。ピュアだからですよ。やっぱりそうですよ。ちょっと待って。聞こえますよね。私こういうのずっとやっちゃいます、無言で。多分自分見たらやめられないよ。あ、何色が咲くかわからないんですもんね。そうそうそう、何色が咲くかわからない。うん、お母さんは何色が好きですか、お花。え、これは言えない。みんな、うん、そうですよね。みんな言えないってどういうことですか。これもいいから。そうですよ、何色のお花がお好きですか。こんな色。あ、こんな色。あ、ピンク可愛い。でもピンクでもいろんなピンクがありますね。綺麗ですよね。淡い色とか。あ、パステル。うん。野村由紀は。え？いや、私決められないですよ。一押しの色はどれですか。決められないですよ。もう、でもなんかこうたまに見るこうなんかこう紫色みたいな、あんまりないこういうなんか紫色。でもオレンジもピンクも黄色も白も全部可愛い。はい。決められない。私を選んでって言ってないの。いや、みんなから声聞こえますよ。インスタにあげんの。え、はい、あげたいですね。すごい綺麗なんで。いや、もうすごい綺麗なんで。濃いのありがとうございました。とても私も癒されました。ストレスフリーっていうのがすごく意味が分かりました。またお邪魔します。花見の時ね。はい、花見に。ありがとうございます。いや、本当にとっても可愛くてずっと見ていたいなと思いました。いや、いいですね、お花。喋りかけてくれたの。はい。え、もうなんかお話ししたいじゃないですか、お花さんと。心は神社ないと聞こえないって。そうですね、お姉さんに言われました。はい。そうですよ。まだまだ、はい、まだまだ修行が足りない。はい。はい。新酒とふるさとの味祭り、霊山の新酒が、うん、出るみたいです。野村行きにはたまらない情報です。はい、なんかこうちょっとコロナでどうなるかわからないですけどね、イベントがあるみたいですよ、高森阿蘇神社で。これおころくも絡んだりしないのかな。いや、したいですね。ねえ、はい、飲み放題。いや、もうそんなの。こんにちは。あ、こんにちは、高森ポイントチャンネルです。どうも。あ、こんにちは、ぶらり高森をやってます。あ、そうですか。今何をされてたんですか。病院に行ってきました。病院に、はい、お家近くなんですか。近くの家です。あ、そうですか。はい、お体どっかあれなんですか。ええ、もう年で。そこですね。いつもあのポイントチャンネルを見させてもらって。あ、そうですか。
ありがとうございます。野村由紀と申します。名前覚えましたもん。どうですか、今年は正月どうなったですか、お子さんとかお孫さんなんかは。はい、いや、あの、今度はちょっと帰ってこなかったです。そうですか、はい。ちなみにお母さん、今日お昼は何を食べられるんですか。今日お昼ですか、はい、何食べようか今考えてる。もうすごい。いつもの楽しみなんかあったりしますか。そうですね、楽しみもあるんですけど、うん、今行かれるね、こんなんですから。何を。カラオケ。あ、カラオケかなと思いました。あの前はあの日本舞踊ちょっとですね。そうなんですか。35、6年ぐらい習いましたけど、県立劇場とか市民病院、市民踊ってらっしゃるんですか。発表会とかいろんな。そうです、そうです。はい、なんか楽しみがどんどん減ってきます。あんもないようになる。でもまだ全然お元気そうですね。あのちょっと腰がですね、足腰がちょっと悪いんですよ。あ、そうですか。だから病院行くとか仕事になってしまってですね。散歩がてらに。そうです ね、やっぱあの家の中ばっかおってもですね、確かに足腰がもう弱りますからね。動かない、動かんとですね。すいません、ありがとうございました。お疲れ様です。すいません、ありがとうございます。野村由紀の認知度がぶらり効果でしょうか。ありがたいですね、ぶらり様。ぶらり様、ありがとうございます。ありがたいですね、見てくださってるんですね。でした、こんにちは。ポイントチャンネルです、高森の。こんにちは。高森の方ですか。レイザンです。ああ、だから俺だから見よう、すいません。おめくしゃや感じのお母さんだなと思って。はい、母です。いつもお世話になっております。こちらこそお世話になっております。ポイントチャンネルです。いつも見させていただいてます。はい、グロック熊本歌劇団の野村由紀と申します。かわいいです。なんか初めてお会いして。そうですね。はい、さっき彼女が新酒のあのポスター見て、はい、お酒が大好きだから。そうなんですよ。日本酒お好きですか。はい、好きです。 ありがたいです。今年できるといいんですけどね。そうですよね。はい、期待してるんですけど、もうないと春が来ません ね。そうですよね。はい、ね、美味しいお酒ができたもんですね。なんとか頑張って作っております。もう今大吟醸の仕込みが一番、はい、始まっておりまして、買い物に行ってきます。四日後に。はい、四日後に、はい、お昼を。あ、そうですね。何を買われますか。あ、今日ちょっとビーフ、あの春雨を炒めるのに一品ちょっと揚げ物を買いに行こうかなと。なるほど、はい、そうですか。ひょっとしてですね、はい、お店に行って、はい、なんか試飲とかさせてもらえるたりするんですか。あのですね、そこの小売りのところ、今そこ入って行かれると、はい、あの少しできるかもしれません。あ、そうですか。はい、あのなるみさんっていう女性の方がいますので、はい、社長の奥さんがいいんじゃないって言ったって言ってもらえたら。ちょっとお邪魔します。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、はい、お呼び止めしまして。失礼いたします。じゃあちょっといたさせていただきます。はい、やってみてください。すいません、失礼します。ありがとうございます。おお、いいんですかね。試飲できるぞ。おお、こんにちは。はい、こんにちは。あ、こんにちは。ポイントチャンネルですけど。はい、ぶらり高森で、なるみさんですか。はい、先ほどあの社長の奥様とお会いしまして、はい、試飲なんてさせてもらえるんじゃないかっていう話で。ちょっと待ってください。あ、すいません、なんかもうね、ずうずうしくずうずうしく来てしまいまして。新酒、お、へえ、濁り酒もあるんですね。すいません、ずうずうしく、本当にもう、すみません、ありがとうございます。おお、あ、ありがとうございます。新酒、生原酒、12月から出してる。うん、いただきます。いただきます。飲みやすい。
っきりとしていて、ちょっと甘さもあって、美味しいです。美味しいです。すごい飲みやすいですね。え、これはお酒ですか？お酒です。お水のように飲める。すごい。これはたくさん飲んでしまいますね。はい、きっと。美味しい。これちょっと。水のように飲む野村ゆき。うん、ちょっと濁り酒もいただきます。ちょっと。あ、またこれも違った美味しさがありますね、はい、何でしょう、甘みがこっちの方が強いですか？そうですね、うん、うわ気持ちいい奥六熊本歌劇団の野村ゆきと申します。お世話になっております。あ、頑張ります。お酒強いですよ。あ、そうですか。いやもう大好きです。はい。おー、いった、うんうん、ごちそうさまです。いや、いいえ、美味しい。あ、最近どうですか、ここまで買いに来られるお客さんっていうのは、うん、まあちょっとやっぱり増えてからが少しはですね、やっぱりだいぶお客さんの方、うん、早くですね、してほしいんですけどね、うん、やっぱり違いますよね、新酒とこう味が、あ、違う味わいがあって、その季節限定なんで、その季節、皆さん、レイザンさんのお酒とっても美味しいので、ぜひ飲んでみてください。ありがとうございます。あ、欲しいな。いっぱいぐらいいただきます。そんなそんなそんなね、いただきます。すいません、本当に、うん、今回も四つ角に、はい、はい、こんにちは。あ、お急ぎでお急ぎでいらっしゃいますね。こんにちは。あ、こんにちは。あ、はい、はい、タコモリのポイントチャンネルですけれども、こんにちは。すいません、ポイントチャンネルというケーブルテレビなんですけど、はい、今お昼ですか？お昼です。あ、いつもここに買いに来れるんですか？いつもここに買いに行きます。あ、この弁当美味しいですか？美味しいです。あ、今お仕事されてて、はい、あ、そうですか。そうです、お昼休憩で、はい、どちらまで今から？あ、南鉄で働いてるんです。あ、あれ、そうですか、はい、あれ、この前行ったんですけど、いらっしゃいました？あ、どうだった？休みの時ですかね。南鉄で何をされてるんですか？あ、運転手してます。あ、そうですか。そうなんだ。あ、そんなにいらっしゃらなかったですね。あ、そうですか、はい、あららら、そうなんですね。あの時ね、結構お話聞いて、はいはい、あ、そうなんですか。クリスマストレインの時に、はい、あ、はいはい、はい、でしたね。伺いました。今日は線路の方に、ちょっと現場の方に行きます、後で。あ、いろんなことされるんですね。はい、いろんなことやります。ありがとうございます。じゃあ、今度運転士の日にお邪魔させていただきましょうか。そうですね、伺いたいです。ぜひ、はい、お待ちしております。はい、すいません。はい、ありがとうございました。ちなみに何弁当ですか？いろいろ入ってるやつです。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。すいません。高森ポイントチャンネルでぶらり旅をやってます。はい、ぶらり旅をやってます。ぶらり旅、はい、うん、お父さん何を買われたんですか？え、弁当。弁当、お昼。お昼の、え、お昼の弁当ですか？夜。夜？夜、あれ、昼は食べへんから、うん、あ、そうなんですか。うん、朝パン食ったら夜弁当食べて終わり。へ、体持ちますか？持つよ。もうずっと何年もそうやから。そうなんですね。何年、何十年か。へえ。そうですか。ああ、わかりました。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。こんにちは。ポイントチャンネルです。ポイントチャンネルです。はい。取材させてもらってもいいですか、この中。あ、ありがとうございます。お客さんとかに。すいません。はい。そこの刺身はめちゃくちゃ好評ですよね。あ、そうですか。はい、もうみんなやっぱここのなんか海鮮丼とか刺身目指してやった。こんにちは、ね、
そうなんだ。あら、まだ女だったんですか。まだ女だったんですかってない。はい、久しぶりです。こんにちは。まだ飲んないくさ。あ、野村来て、あ、ありがとうございます。お世話になっております。ちょっと出てこんです。は？ちょっと出てこんです。こんにちは。どうも、おはようさん。お久しぶりです。お久しぶりです。どうも。ここが細かいですね。そうなんですよ。ありがとうございます。野村さん、どこ出身ってなってですか。大分県です。あ、大分県。はい。どうですか、この高森。高森。寒いですね。寒くでしょ。寒くでしょ。吉川でも相変わらず2度ですよね。ちょうど11時ぐらいから1時ぐらい夕飯が、まあ、結構、まあ、手前味噌って評判がよく、いやいや、さっきも社長に言うたです。あ、そうですか、はい、社長は偉い、味がええって。それがなんでかがわからない。いや、海鮮丼がたまに中時やったんですよね。ああ、注文電話して注文しても、いや、その時は何も買わんで買ってしまった、はい、あ、そうです。それか、なんか一度も買わないか。いやいや、やっぱそれが目当てで食っけんですね。野村さん、初めてですか。初めてです。まず、ちょくちょくして、はい、来てください。そうですね、はい、これから来ます。何人か連れて、はい、はい。海鮮丼食べたいです。あ、そうですか、はい、美味しいですよ。へぇ、はい、そうです。だいぶ編集しとってくださいよ。野村さん、頑張ってください。どうも、ありがとうございました。どうも、またお会いしましょう。あ、はい、お会いしましょう。はい、バリバリです。お世話になります。どうもよろしくお願いします。はい、お願いいたします。すいません、ありがとうございます。ちょっと嫁も役場職員だけ。あ、そうなんですね。こんにちは、社長。こんにちは。今日はお昼ですか。はい、お昼。お昼。この唐揚げ弁当。唐揚げ弁当。何を買いに。唐揚げ弁当。あ、人気ですね。美味しいですか、やっぱ。美味しいです。熊本十歳あそこ見に来ました。7月のうちに行ったんです。本当ですか。ほら、皆さん。すっごい練習されてるのね。お上手だった。ありがとうございます。7月の時に来ました。前から。3番目の、うん、怪力の人足の横手五郎をやってます。わかります。わかります。わかります。怪力でね、すごかったもんね。もう全然美人なのね。あの時はすごい息子があの市民会館で見て、あ、面白いよって言ってローソンでチケット取ってくれて、すぐ7月のうちに見に行きました。90の母親と3人 で、 そうなんですか。ホテルに泊まって行きました。夜ですものね。そうですね、90の母が好きだからね。あ、そうです。連れて行って、化粧してる時と全然違う。違いますよ ね、 ね。よく言われます。ありがとうございます。また見に行きます。あ、ぜひ。母親、はい、また行きます。 ありがとうございます。お気をつけて。ありがたい、ね、ありがたいです、はい、本当に。はい、四つ角の次は交流センターにやってきました。ここはバス停もあるので、結構お年寄りの方が、バスを待ってたりするのでいらっしゃるかもしれませんね。あ、早速。こんにちは。こんにちは。ポイントチャンネルですけど。はい、ポイントチャンネル。元気がいいですけど、調子が悪いからちょっと。重そう、お母さん、荷物。いや、軽いんですけどね。軽いです。はい、調子悪い。足が痛くて。あら、あらららら。あ、寒いからなおさらですね。そうですね。大丈夫ですか。まあ、唐揚げで食べながらんですか。唐揚げですか。ああ、あの、あそこですか。あそこの有名な、はい、いっぱい取って食べる。いただきます、うんうん、いいですか。本当ですか。いいですか。うん、たくさん買ってるから。うわ、ありがとうございます。嬉しい。どうぞどうぞ。ぬっかぶた揚げたて。あ、いただきます。ありがとうございます。野村由紀です。みんなを回られて本当大変だと思うんですけど、田舎の方はですね、家の方にやっぱり声かけてドンといかんと出てきな派なんですよ。そうですね、なかなか外に出てない。今日はね、娘が来るけんね、うん、なんかね、こうやってやろうと思って肉とかね、うん、持たせようと思って。歩けなくなって急にですよ。うん、急に。もうやっぱりよろけるんですよ。もう70から越したから。あ、もう、関節とかがですか。ん、膝の関節とかが。そうです、そうです。こう一つじゃダメです。
いやいや、食べて。いやいや、うん、こう、こっち、たくさんいっとる。これ山盛りいってますよ。あ、お宅だったってすか、いつも。はい、すみません。後ろの方でなんか言われてるのは。どういう人かなと思いよったって。よく聞こえてですね、いい声だなと思って。ありがとうございます。歌を歌われたら、さぞいつもよか声で歌われるんだろうなと思って。はい。取って、食べて。食べて食べて、いただきます。大きいとっとなります、うん、言いませんね。いやいやいや、いいですよ。あ、でもさっき言いなかったみたいに、田舎行ったらやっぱ蕎麦叩いた方が良かったですか、玄関で。玄関叩いて、あ、おられるなと思ったらもう玄関までどんどんと行かれた方が出てこられます。その勇気がなくてですね、まだ。いやいやいや、私たちはほんのその時はおるとねとか言ってすぐあ、ちょっと外から大きい声出して、うん、大きい声出して、うん、今度やってみらないからね、はい、やってみましょう。それがいいですよ。うん、すいません、ありがとうございます。途中で、あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。もう一丁食べな。いやいや、もう食べな、食べな。すいません、はい、お気をつけてください。気をつけてくださいね、お母さん。ありがとうございます。はい、どうですか。美味しいです。初めていただきました。私、うん、はい、食べたいと思いながら、なかなか唐揚げいただけると思わなかったですね。うん、寒いの苦手なんですよね、本当に。こんにちは、ポイントチャンネルです。ぶらり高森をやってます。あ、はい、あ、見ました。見たことありますね。ちょっと郵便局今から、そうです、今日なんか、うん、あの郵便か、まあ、郵便物とちょっとあのお金の件で、あ、そうですね、ちょっと急いで読んで。すいません。はい、すいませんが、ありがとうございます。じゃあ見ていただいたことあるんですか。はい、で一回あの前の鹿児島から来られた方が、はいはいはい、はい、した時に、ね、はい、インタビュー受けてから、はい、あ、そうですか、はい、ちょうど犬の散歩中で、あ、そうですか、駆け引き団の方でしょ。そうです。頑張ってください。 ありがとうございます。すいません、ちょっとすいません、忙しいところ、申し訳ない。ありがとうございます。どうも。見てくださってる方増えましたね、ありがたい。今日はなんか確率いいな。そうですね、うん、おー、聞いちゃみるもんだな、はい、こんにちは、中森町の方です。違います。違うんですか。観光で来ました。そうなんですね。どちらからですか。え、北九州の方から。そうなんですね、はい、この冬に、はい、この山に。そうそう。目的は。え、阿蘇が大好きなんです。あ、じゃあよく来られるんですか。年には 2,3 回かな。今日はどちらに行きました。今日はですね、え、神社を回って地鶏を食べて、あ、そうです、そうです、そうです。で今御朱印をいただきに来ました。あ、そっか、ここ、ここですよね、ここですよね、はい、そうですね。今日はいいですよね、天気もね、うん、で今日のお山も綺麗ですよね。あ、そうですね、綺麗です。じゃあ今日こちらにお泊まりですか。帰ります。朝来て日帰りです。北九州から、はい、本当に本当に好きです。そうそうそうです、いつも日帰りです、いつも。いや、時間かかりますよ。かかりますけど、もう来る道中も楽しいし、来ても楽しいし、帰る道中も楽しい。そうですね、格好、うん、から見て、あれ近所の方の中に、あ、本当だね。買い物からとか神社を登らないけんと思って、登山靴で動きやすい。今から神社行かないんですね。行ってきました、行ってきて、あ、もう行ってきて、うん、思ったより楽でした。構えて行ってきたので、ね、神秘的な神秘的ですね、本当ですね、良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。へー、5時間日帰りで。こんにちは。こんにちは、ポイントチャンネルです。お母さん今どちらに行かれるんですか。あ、郵便局。あ、そうですか。お忙しいですか。ごめんなさい、寒いですね。すありがとうございます。すみません、お呼び止めして。おばあちゃん、こんにちは。こんにちは、ポイントチャンネルです。ポイントチャンネル、あ、ポイントチャンネルです。何ですか。高森の耳が遠かったね。高森のポイントチャンネルという、ポイントチャンネルと知っとんなんですか。高森ポイントチャンネル、トンネル、トンネルはまた向こうで。
テレビ。テレビ。うん、高森の。よかよか、私はもう何せも耳がとやら目が節やらでわからんです。ああ、そうですか。ああ、わかりました。今散歩ですか。散歩、今散歩ですか。いや、今買い物に行きよったですよ。そうですね。ぼつぼつですね。いかんとですね。今日は大が寒かでしょう。寒かです。ねえ。いや、すみません。ありがとうございます。お気をつけて。あ、今来るかなって思ってました。ポイントチャンネルですけど。はい、お子さんですか。はい、そうです。可愛い。あ、起きてる。あら、可愛らしい。本当だ。あ、可愛い。え、何ヶ月ですか。9ヶ月です。女の子ですか。男の子です。可愛らしい。あら。え、あら出た。ごめんね、寒いのに。本当だ、男の子だ。うん、ですよね。名前は何とおっしゃるんですか。名前、ガクトです。ガクトです。ガクトです。聞いたことあるような名前ですね。はい、ちょっとかっこいい名前をつけてみました。あれー。しっかりした顔してらっしゃいます。第一子男だったんで、ご主人喜ばれたんじゃないですか。そうですね。ですよね。はい。散歩ですか。そうです、散歩中です。お母さんと。はい、お母さんもさっさとどっか行って、どっか行ってしまいました。あ、今日ぶらり高森やっておりました。あ、はい、いつも見てます。ありがとうございます。北六の野村由紀です。よろしくお願いします。やんちゃになりそうですね。うん、なんかよく言われます。ね、まあ、あったかい、今日はね、まあ、日向、はい、あったかい方かなと思って。じゃあ頑張って子育て、はい、頑張ってください。ありがとうございます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 。バイバイ。お母さんによろしくお伝えください。すいません。どちらからいらっしゃいました。福岡。福岡。あ、そうですか。ああ、今からちょっとあの草千里の方に行くんですけど、今あの赤牛を食べに、 あのすぐそこの山安さん美味しいですよね。美味しかったです。山安さん美味しい。すごい美味しかった、ね、うん、あとあのカフェ、うん、あの10時オープンなのに私たち12時に行ったらもうケーキ全部売り切れ。そうですよね。そうなんですよ。2時間ぐらいでもう売り切れちゃった。そんなに人気があるんじゃない、うん、はい、そうで今あの神式神式見神社ですか。はい、で、ここに御朱印もらえます。ああ、やっぱそうなんですか。皆さん。で、あの何回か来てるけど、御朱印いただくのに、もう一回ここに来て。阿蘇はよくいらっしゃるんですか。そうですね。あのしょっちゅうあの、まあ私はもともとずっと福岡なので、あのまあ家族旅行とかで、もうしょっちゅう子供が小さい時とか行ってましたけど。彼女は転勤族で福岡に来て、あ、そうなんですね。もう今度春で変わられるのが移るので、もう最後にちょっと、思い出作り。カメラが趣味 でそれで知り合って、とても情報いろいろ知ってるので、でやっぱ思い出作りに。そう、じゃあ今日も写真撮って。あ、そうですそうです。で今こういうあれだから。時期だから熊本がもしあれが出てたらできどうしようとか言いながら今日なんとか来れたのでよかった。今日お泊まりですか。いやいや、日帰りで。日帰りで朝で。いや、そうなんですか、はい、さっきも北九州から来てお客さんいて、うん、はあ、日帰りでって言ってました。もうあの福岡から見たら熊本はもう全然日帰り。そうです。大分も日帰りコースです。本当ですか。そうですか。へ、泊まるとかめったにないかも。ちょっとね、楽しんで。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ポイントチャンネルです。今日は商工会にちょっと来ました。あ、商工会に、はい、そういうなんかされてるんですか。あ、まあ仕事柄。あ、そうですか。はい、今日は取材ですか。ぶらり高森、ぶらり高森。あ、やってるんです。奥ロック熊本歌劇団の野村由紀と申します。お疲れ様です。ありがとうございます。お世話になります。拝見してます。あ、そうですか。ありがとうございます、はい、お近くですか。いや、草壁です。あ、草壁。あ、草壁ですか、はい、うん、草壁でなんかそういうお仕事とかね。そうです、養魚場です。あ、養魚場、はい、あれ養魚場、はい、あ、ひょっとしてじゃああれですか、有名ななんかヤマメとか。そうです。あ、そうなんですか、はい、
冬はどうなんですか、その魚。今赤ちゃん育てがあってます。赤ちゃん育て。赤ちゃん育てもあの出荷用もいますけど、正月がちょうど赤ちゃんがこれぐらいになるんで。なんていう養魚場ですか。うちは村上養魚場です。あ、村上。はい。今度お邪魔してもいいですか。その魚を養魚している感じ。あ、そうですか。いいですか。いいですよ。やった。はい。突撃ですか。突撃は大変かな、言いなかったりしますので。なかなかもうこんな状況ですので、出るっていうか魚の出荷が減ってますけども。やっぱ関係ありますか。ありますあります。はい、旅館さんとかね、イベントもないしですね。大変です。うん、また最近コロナ増えてきたとして、そうですね、この先それでなくても2月まではね、あんまりこう動かない時期なんですけど、そうですそうです、大変です、もう静まり返ります。どうですか。だけどね、生き物だからじっとしては折れないしですね、みんな苦戦中です。わかりました。じゃあ今度ちょっとあの苦戦されてる姿をちょっとですね、なんかね、楽しいことがあればいいんですけども、なかなかですね、今はこういう時期だからないですね、難しいです。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。お気をつけて。お気をつけて。少しだけ。今お散歩ですか。そうです、買い物に。買い物に、どこまで行かれるんですか。マルクさんです。あ、そうですか。あ、マルクさん、今日は何を買いに。あ、果物。果物、もうお肉はね、買ってきとったからね。あ、そうですか。ちょっとお野菜と果物とか、はい、今日寒いですよね。寒い、涙が出よ。寒くて涙が出よ。今日の晩ご飯何でしょう。何しましょうかね。毎日作ってますか、ご飯。はい、そうです。朝はですね、それこそ6時半過ぎ。あ、そうです。この辺散歩よくされるんですか。はい、ラジオ体操済んでからだけね、ラジオ体操済ませて、そしてここ犬の散歩に。何時頃ですか。ですね、45分にうちを出ます。6時45分に。寒いでしょ。寒いです。でもマイナスですよ、その時間ですね、まだ。毎朝ね、ここを2周したり、もうそのくらい2周したり。いや、健康そのものですね。いえ、じゃないけどね、正月からね、ほら続けていこうと思って、ずっと前はね、ずっとしてたんだけど、一時休んでしまって、もう今度はね、少しずつ、この11日でね、80になりました。そうです。涙が出てます。おめでとうございます。気持ちだけはね、何かね、まだそこに追いついてます。気持ちは何歳ですか。気持ち何歳でしょうかね。中学生。一緒です。私も止まってます。気持ちはお母さんも若い方がいいですよ。そうですね、息子から怒られます。いやいや。はい、じゃあ頑張って散歩も続けられてください。はい、ありがとうございます。お元気で。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お聞き止めしまして。ありがとうございます。あ、どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。80の割には歩きが軽快ですね。軽快だ。やっぱり気をつけてらっしゃるから、ね、健康です。手震えてるけど、私は寒いです。ちょっとこうマイクが震えてましたよね、さっき。ちょっとすいません。誰こんにちは、ぶらり高森でペスト。そうですか。知ってます。あ、野村ゆきちゃんですよね。はい、もしかして、はい、おクロックの方ですか。そうです。あ、知らずに紹介してる。あ、上琴恵です。よろしくお願いします。そうですか、初めまして。はい、初めまして。今日は何しにここに。ですね、本当は市内に出たくて、
海賊高森号に乗りに来たんですけど。あ、出たばっかしだったでしょ。はい、一歩違い。はい、あの本当に海賊高森号の後ろにこうバスが止まって、そのバスから降りたら出ちゃいました。あのバスに乗ってたちょっと前に。そうそう、来たらと思ったら出てっちゃったのね。はい、悲しかったです。この後はあるの？もうないので帰ります。なんと運のなさ。今日運ないんですよね。はい、あれ誰か連れてってくれないかな。ねえ、ね、なんかフラフラしてみます。フラフラする。フラフラして。ちなみに舞台はどの辺に立ってらっしゃるんですか？どの辺に、あ、どこそこに立っていますが。歌そうですね。あ、そうなんだ。歌、エイトオブシーとか歌ったりとか、あとアンサンブルでこうアクション。私だってアクションできます。私だってアクション特技とかなんか。私だってアピール。一声でもいいし。一声。私だよって。ちょっと声私だよ。はい。みんなこんにちは。おお、なるほど。そっち系なんね。はい、こんな感じです。そっち系なんだ。はい、こうやって盛り上げてくれてます。はい、そう、あの舞台の向上も。はい。わかる。はい。あ、楽しい。はい。彼女宴会に席いたらめっちゃ盛り上がる。声がすごい通るからですね。ね、はい。はあ。こんな感じで。寒さが一気に吹き飛ぶ。あ、だからこの寒いにあえてずっと電話してられたんですね。見てて、バレてる。この寒いのに。よくじっとしてあんな電話できるなと思ったんですよ。もうバスに乗れなかったショックで母に聞いてよって話をずっと出ましてました。熊本市内に行って何しようと思ってたの？髪を切ろうと思ってました。あら、はい。それはもう市内に出るしかないですね。そうなんです。野村由紀さんってどういう人ですか？いやー、恥ずかしがってる。いや、めちゃめちゃしっかりしてるのにちょいちょい小ボケをしてきます。何を？小ボケしてきます。結構ボケるの好きよね。ボケるの好き。なんかそんな、あんな、めめ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 意味が全然意味が分かんないんですけど。休みの日を有効的に使うことを一生懸命考えて、はい、はい、温泉でも行ってください。はい、分かりました。ぶらりしよう。ぶらり高森してきます。ありがとうございます。ありがとうございます。突然。いえいえ、とんでもない。今回のぶらり高森いかがだったでしょうか？この寒い高森町で楽園のようなビニールハウスのお花、とっても綺麗で癒されました。こんなに癒されることがあるのかと、あの場にずっといたかったです。そしてスーパー四つ角さん、働いてらっしゃる方もお店に来る方もとっても素敵な方々ばかりで、あのお店は良いお店ですね。通われる方々の気持ちが分かります。2月には野焼きも始まりまして、阿蘇の名物ですかね、風物詩ですね、そちらの方にも行ってみたいなと思います。雄大な景色を期待しています。それでは次回のぶらり高森もどこに伺うか分かりませんが、その時はよろしくお願いします。またね。仕事じゃなくて花見に行っとらせて。綺麗にしてくれてありがとうって。嘘つけ、はい、楽しみがどんどん減ってきます。今年できるといいんですけどね。そうですよね。はい、期待してるんですけど。わ、気持ちいい。それか、なんか一度も変わらないか。帰り際ね、すごかったもんね。名前ガクトです。たくさん行ったら、これ山盛り行ってますよ。ペンネだ、また向こうで。バスから降りたら出ちゃいました。みんなこんにちは。
しい。